はい、ゼニスに来ました。ゼニスもね、毎年素敵な新作で楽しませてくれるんですけれども、今年もなんか楽しい新作があるそうです。では早速行ってみます。ではよろしくお願いします。はい、では本日はデファイスカイラインコレクションから出た、はい、クロノグラフとあとライバーズのいくつかをご紹介します。はい、スカイラインですね、デファイスカイラインは2022年に、はいはい、発表されたゼニスの中では割と新しいコレクションの一つで、はい、去年36ミリケースとスケルトンが発売されまして、うんうん、今年はそれに続いてクロノグラフが新登場しました。うんうん、こちらの時計がですね、中身がハイビート仕様のクロノグラフの L プルイメロ3600、はい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 、というムーブメントが搭載されております。はい、早速ちょっと動きを見ていただきたい。はい、これは今巻き上がってるのか大丈夫かな。はい、うん、だから、L プリメロの3600って昔あれですよね、 L プリメロ2とかって言われてたあれですよね。はい、で今10秒でクロノグラフの針が1回転する仕様になってるんですが、これは1969年に L プリメロが開発された時に特許を取っている技術でして、はいはいはい、今ハイビートなクロノグラフっていくつかブランドから出てると思うんですが、はいはい、実際に10秒でクロノグラフの針が一周する時計はゼニスだけ。あ、そうですね、はい、はいはいはい、なのですごく特徴的なクロノグラフです。だから本当に額面通りに10分の1秒が計測できると、はい、途中で止めていただけるとですよね。はい、うん、そう、これはだからデニスだけの魅力。はい、すごく特徴的ですね。でこれが全3色、はい、ブルーとブラックとホワイトの、はい、3つのカラーがありまして、はい、各、ダイヤルの色に合わせてこのストラップ、ラバーストラップ、ラバーストラップが付属しています。すごく簡単にストラップが外れるんですよね、はい、慣れるとね。僕全然不慣れなんだけど、押してもらって、はい、なと、あ、本当だこれ慣れるとすごく簡単に取れるんですけど、はいはいはい、これで簡単にストラップの交換が、はいはいはい、できるので、はい、まあ、気分に合わせて楽しめる、はい、楽しめるということですね。はい、はい、でこちらが、デファイスカイラインのクロノグラフです。はい、わかりました。はい、で同じくですね、1969年に、はい、デファイというコレクションがゼニス発表されているんですが、それの復刻版ですね。はい、こちらですね。はい、はい、当時も防水が 600m 防水搭載した。すごいですね、69年でね、600m 防水の、もう完全復刻版と言っていいんですかね、はい、このサイズね。そうですね、37ミリのケース系で、うんうんうん、当時と違うのは、はい、裏が当時はこうクローズになっていたんですけれども、はい、今年発表モデルはシースルーケースバッグになっているということと、はい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 、あとゼニスのロゴが新しいロゴにわざと、はい、なるほど古いものとの差別化をするためにこの2つをわざと変えてます。これいいんだよな。で限定じゃないんですよね。限定じゃないです。それはだったらデニスは本当ここ最近というかもう随分何年もこう復刻版すごくいいのを出してるじゃないですか。また新しいのが出たということで、そうですね、忠実に復刻しているモデルですけども、昔のヴィンテージとは少し差別化をしたと。オレンジ色もいいんだよな。うん、またいいのが出ちゃったな。それで そちらが37ミリケースなんですが、はい、こちらが 42.5 ミリのケースの、はい、ダイバーズウォッチです。はい、ISO 基準も2つクリアしてますので、本格ダイバーとしてつけていただけるモデルです。あ、これダイヤルがあれだ、星型というか。あ、そうですね、堀がね、ゼニスのとシンボルの星をですね、はい、これチタンです。すごい軽い軽いですよね、やっぱり 600m 防水を、ね、
性を持たせるとどうしても時計が重くなって頭がヘッドが重いので座りが悪くなりがちなんですが、あのチタンで作ることによってつけ心地もすごくよくできてます。すごい軽やか。うーん、でこれはブレスレットとあとこのストラップ、フォージュライエフェクトラバー、これがラバーストラップがついているのと、はいはいはい、もう一つ、はい、これ漁網のリサイクルのナイロンストラップをついて付属していますので、はい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 、3ウェイというか、はい、3種類楽しめるようになっている、ね、ウェットスーツにつけるときにこれの、はいはいはい、これだと長さを調節できる、うん、これもいいですね、このエフェクトがね、はい、ちょっとサメのエラのようにデザインされていて、そこから、そうなんですね、はい、でこれもまたワンタッチです、ワンタッチで付け替えられると、はい、うん、でもこれ本当になんか中に入ってないぐらい軽くわ、回転ベゼルの回し心地もすごい。このセラミックも表面だけじゃなくて 100% セラミックを使って、なかなか、あ、本当だ、インサートじゃなくて全部なんだ、あ、これは良いな。で、ヘリウム排出バルブも、オートですよね、これね。そうですね。が、うん、ついていると。なるほど。というふうに、今年も見どころ満点と。なるほど。はい、ここはポイント。今年のゼニスの新作、福田的にはですね、二つポイントがあるかなというふうに思ってまして、これですね、一つ、スカイラインに、ルプレミアの3600搭載したクロノグラフが登場したということで、これ要するにクロノマスタースポーツのまあ、本当の兄弟機ができたということで、ですからデザイン違いのサイズ違いで、二つから選べるというふうに、今後なっていったという。そこがだから、なんだろうな、この、10秒間で一周する、このヘルプリミロ3600の不安としては、選択肢が一つ増えたというところが嬉しいな、というのがポイント1。そしてもう一つのポイント、これがですね、僕の記憶の中でね、ゼニスのダイバー、本格ダイバーズって、今のところちょっと思い当たらなくて、それの本当に本格的なダイバーズが登場したと。これはだから、ゼニス好きだけど、ダイバーズ好きだけど、という人がついに待っていたという一歩になるんじゃないのかな、というふうに思います。以上、二つのポイントでした。ゼニス、毎年魅力的なモデル出てますけれども、特に最近ですね、最近というかもうここ何年もの間、復刻版は非常に魅力的な、まあ A384、385、386とかに始まりあるんですけど、今年は1969年の、あれはダイバーズって言っていいんでしょうね、600メートル防水モデル。こちらの完全リバイバルが出てまして、あれは非常に魅力的でした。またそのスカイラインシリーズ、2022年にデビューしたスカイライン、2023年にまあスケルトンが出たんですけれども、2024年今年エルプリメロ3600搭載モデルクロノグラフが出ました。このクロノグラフ、今世界的な人気のありますクロノマスタースポーツとどう住み分けていくのかなというのがちょっと個人的に興味のあるところなんですが、まあケース系の違いであるとかデザインの違いであるとかで、そこら辺で、まあもしかするとやっぱりエルプリムロ好きとしてはクロノマスタースポーツもスカイラインクロノグラフも両方欲しいっていうのが一番の正解なのかもしれないですね。僕なんかだったらどっちがいいかなっていうんで、やっぱり両方欲しいっていうのは本心なんですけれども、そしてもう一つデファイのダイバーズ、これね、ゼニスのダイバーズっていうの、僕ここ何年かでちょっと記憶にない感じなんですけれども、非常に魅力的な作品でした。はい、なんとメディア初ブランドを作ることができました。シルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよ、あれが。
最高の基本みたいな。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックスのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。